そばに立ってこう言われましたパウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは、 必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。14日目の夜になった時私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中頃船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オールギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オールギアであった。 船が暗礁に乗り上げることを恐れて、船員たちは船尾から怒りを四つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。ところが、船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければ、あなた方は助からない、と言った。そこで、兵士たちは綱を断ち切って、 小舟を流れるに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一堂に食事をするように進めた。今日で十四日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だから、どうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは、 一同の前でパンを取って、神に感謝の祈りを捧げてから、それを割いて食べ始めた。そこで、一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは、全部で276人であった。十分に食べてから、穀物を海に投げ捨てて、船を軽くした。39節から44節。朝になって、 どこの陸地であるかわからなかったが砂浜のある入り江を見つけたのでできることならそこへ船を乗り入れようということになったそこで怒りを切り離して海に捨て同時に火事の綱を解き風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んだところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい船首がめり込んで動かなくなり船尾は激しい波で壊れだした 兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが百人隊長はパウロを助けたいと思ったのでこの計画を思いとどまらせたそして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令したこのようにして全員が無事に上陸した第28章1節から10節 私たちが助かった時この島がマルタと呼ばれていることが分かった島の住民は大変親切にしてくれた降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのであるパウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると一匹のマムシが熱気のために出てきてその手に絡みついた住民は 彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て、互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。ところが、パウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと、彼らはパウロの様子を伺っていた。しかし、 いつまでたっても何も起こらないのを見て考えを変え「この人は神様だ」と言ったさてこの場所の近くに島の長官でプブリウスという人の所有地があった彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた時にプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていたのでパウロはその家に行って祈り手を置いて癒した このことがあったので島のほかの病人たちもやってきて癒してもらったそれで彼らは私たちに深く敬意を表し船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた11節から16節3ヶ月後私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港した ディオスクロイを船船とする船であった私たちはシラクサに寄港して三日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進み、レギオンに着いた。一日経つと、南風が吹いてきたので、二日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに七日間滞在した。こうして、私たちはローマに着いた。 ローマからは、兄弟たちが私たちのことを聞き伝えて、アピーフォルムとトレス・タベルネまで迎えに来てくれた。パウロは彼らを見て、神に感謝し、勇気づけられた。私たちがローマに入った時、パウロは万平を一人つけられたが、自分だけで済むことを許された。17節から31節。3日の後、 パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきたとき、こう言った。兄弟たち、私は、民に対しても、先祖の慣習に対しても、背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人として、ローマ人の手に引き渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由が何もなかったので、釈放しようと思ったのです。 しかし、ユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは、決して同胞を告発するためではありません。だからこそ、お会いして話し合いたいと、あなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために、私はこのように鎖で繋がれているのです。すると、ユダヤ人たちが言った。私どもは、あなたのことについて、 ユダヤから何の書面も受け取ってはおりませんし、また、ここに来た兄弟の誰一人として、あなたについて何か悪いことを報告したことも、話したこともありませんでした。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この文化については、至るところで反対があることを耳にしているのです。そこで、ユダヤ人たちは日を決めて、大勢でパウロの宿舎にやってきた。 パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く明かしし、モーセの立法や預言者の書を引用して、イエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたとき、パウロは一言次のように言った。精霊は 預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られましたこの民のところへ行って言えあなたたちは聞くには聞くが決して理解せず見るには見るが決して認めないこの民の心は鈍り耳は遠くなり目は閉じてしまったこうして彼らは目で見ることなく耳で聞くことなく心で理解せず 立ち帰らない私は彼らを癒さないだからこのことを知っていただきたいこの神の救いは違法人に向けられました彼らこそこれに聞き従うのですパウロがこのようなことを語ったところユダヤ人たちは大いに論じ合いながら帰っていったパウロは自費で借りた家に丸2年間住んで 訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に、何の妨げもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。新約聖書エフェソの信徒への手紙第一章一節から二節神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、 エペソにいる聖なる者たちキリストイエスを信ずる人たちへ「私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように」「節節から14節私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました」 地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりましたイエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです私たちはこの御子においてその地によってあがなわれ 罪を許されましたこれは神のの豊かな恵みによるものです神はこの恵みを私たちの上にあふれさせすべての知恵と理解とを与えて秘められた計画を私たちに知らせてくださいましたこれは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものですこうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのですキリストにおいて私たちは見心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされましたそれは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉救いをもたらす福音を聞きそして信じて約束された精霊で勝因を押されたのですこの精霊は私たちが御国を受け継ぐための保証でありこうして私たちはあがなわれて神のものとなり神の栄光を称えることになるのです15節から23節 こういういわけで、私もあなた方が主イエスを信じすべての聖なる者たちを愛していることを聞き祈りの度にあなた方のことを思い起こし絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え神を深く知ることができるようにし心の目を開いてくださるように。 そして神の招きによってどのような希望が与えられているか聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるようにまた私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ 天においてご自分の右の座につかせすべての支配、権威、勢力、主権の上に置き今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせキリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました教会はキリストの体であり すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です 2> 第2章節節から10節さてあなた方は以前は自分ののの過ちと罪たために死んでいたのでいすこの世を支配する者かの空中に勢力を持つ者すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い過ちと罪を犯して歩んでいました。 私たちも皆こういう者たちの中にいて以前は肉の欲望の赴くままに生活し肉や心の欲するままに行動していたのであり他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたしかし哀れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりその愛によって罪のために死んでいた私たちを